シー様。雪乃、久しぶりね。元気してた？私は大丈夫です。それよりセイバートゥースの宿で騒ぎがあったと伺いました。ああ、あれか。心配すんな、お前の仇は取ってやる。私のことなんて気になさらないでください。試合に負けたのが悪いんですから。いいのよ、私たちが勝手にやってるんだから。仲間を捨てるギルドなんて許せない。そういうことだ。それじゃあ私たちは行くね。君は優秀な精霊魔導士なのだな。いえ、そんな私は。失礼ですが、どなたでしょうか。君の力を必要としているものだ。ここだな。ギヒ。もっと。もっと。もっと。やられる覚悟はできてんだろうな。
行くわよ。痛いわよ。感動天輪の鎧アクレスオーダおっと、帰ってきたか。調子いいみたいだね。やりますね。どこ行くかな。競技パートは何かな。魔力測定？なんだろう。単純に力比べだろうな。どのギルドが一番強力な攻撃を出せるか。それなら夏に任せた方がいいのかな。そうとも言えないようだぞ。仲間と連携することで高得点が得られる仕組みらしい。ふん、誰が出るか慎重に決めた方が良さそうね。俺に任せろ。俺が行く。俺に任せろ。本日は簡単なゲームを用意しました。魔力測定器 MPF。 この装置を攻撃することで、ま、一定時間内に与えられた魔力の合計で競います。フェアリテールの皆さん頑張ってください。
トルパートの相手はと。ちょうどよい、みんな集まっておったか。じっちゃん、どうしたんだそんな顔して。これが騎士と出るか京と出るか、たった今 AB 両チームの統合命令が運営側から言い渡された。レイブンテールの失格により参加チームが奇数になるのは困るとのことじゃ。なので両チームを一つにして新規5人でチームを編成しろと。まあ点数はどうなるの？低い方に順ずるらしい。ひどいねそれ。しかし運営側の判断なら仕方ないか。でも考え方によっては最強チームを作れるわ。関係ねえ、全部倒す、そんで優勝。燃えてきた。ちょっと、まあ夏らしいか。フェアリーテール合同チームの初の相手はセイバートゥース。フェアリーテールはナツとガジル、セイバートゥースはスティングとローグ。どっちもドラゴンスレイヤーじゃない。ギヒ、上も分かってるじゃねえか。黒いのは俺がやる。なら俺が白いのだな。これまでの借りは全部返してやる。打倒セイバートゥース、燃えてきた。すごい。俺たちの分までな。応援してます。ナツたちにきっと勝てるよ。思いっきりやるがよい。あとは何も言うまい。この時をずっと待ってたんだよナツさん。試合
血流層鬼神カリエル結果やっぱ強えな。こうじゃなきゃガジ。お前らその程度の力で本当にドラゴンを倒したのか。倒したんじゃない、殺したのさ。この手で自分の親じゃなかったのか。あんたには関係ねえことだ。今からその竜殺しの力を見せてやるよ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、行くぜ。ホワイトドライブ、シャドウドライブ、聖なる白き裁きを。オーリーフライナー、カリーの鉄拳。影の王がその姿を見せず、確実に王を変える。行くぞ、カリーの行くぞ、行くぞ、カリーの鉄拳、ガリーのやってやる、ガリーのゴーあ、頑張って。なかなかやるじゃねえか。あまり調子に乗んなよ構造。交流拳、白龍の鉄拳、白龍の矛、ガリューのグワものか。ああ、簡単に越えれる壁じゃねえことは分かってた。スティング君、分かってるよレクター、約束だもんな。なんだこの魔力は。第三世代の真の力におののく。ありえん、自らの意志で発動できるのか。ドラゴンフォース、この感じ強えぞ。まだまだこれからだぜ。時代は移りゆく、旧世代が片付けてやる。終わりにする。
防ぐ。おう、精鋭優先が。くっ、勝負が激しい。大丈夫、まだまだいけます。鬼神、俺はこの力でバイス。そうか、だったら笑われた仲間のために戦う。やばいぞ、一気に行け。行くぜ。行くぞ。鉄人剣、ガリルのモーター。行くぜ。行くぞ。ヤマガケ、鉄人剣。兵竜の連着戦。まだまだ来いよ。また戦おうな。強すぎるよ、夏さん。乾杯だ。俺はどれだけ思い上がっていたんだろう。勝者フェアリーテイル、ソウリュー敗れたり。俺まで吹っ飛ばしやがって。サラマンダ絶対ぶっ殺す。つうかここどこなんだ。ん、なんだこりゃ。ドラゴンの墓場。さて次は。その調子です。止まれ。俺も正体を明かす。お前も正体を明かせ。
その話本当なの？そんなこと信じられるわけ。俺たちは大きな勘違いをしていたのと同時に、抗えない運命の中に閉じ込められていた。世界を変える扉、エクリプス、そして竜王祭。急にいなくなってさ。それはお前が。それはいい、見せたいものがある。ついてこい。これはドラゴンの骨、ドラゴンの墓場。どうなってんだこりゃ。こんなに大勢のドラゴンが。ここで何かあったのかしら。ミルキーウェイ、魂となったドラゴンの声を聞く魔法。ここに眠るドラゴンの声が聞こえれば、ここで何があったかわかるかもしれません。そしていなくなった私たちのドラゴンのことも。そんな魔法が。すげえぞウェンディ。迷えるドラゴンの魂よ、そなたの声を私が受け止めよう。ミルキーウェイ。我が名はジルコニス、翡翠の竜とも呼ばれておった。わしの魂を呼び起こすとはグランディーネの術じゃの。ここで何があったの？こんなにもたくさんドラゴンの亡骸があって。あれは400年以上昔のことだ。かつて竜族はこの世界の王であった。自由に空を舞い、大地を駆け、海を渡り、繁栄していった。この世のもの全ては竜族のものであった。人間などは我々の食物に過ぎなかったのだよ。だがその竜族の支配に異論を唱える愚かなドラゴンがあった。人間と共存できる世界を作りたいと抜かしおったのじゃ。それに賛同するドラゴンと反対するドラゴンとの間で戦争が始まった。私は反対派として戦った。反対派ってことは、わしは人間は好きではない、食物としてなら好物であるがな。食い物と会話してんのかおめえ。ほら、そういうのムカつくな。それでその戦争はどうだったの？興奮、戦況は拮抗しておる。ドラゴンとドラゴンの戦いはいくつもの大地を裂くものだった。やがて共存派のドラゴンどもは愚かな戦略を打ち立てた。人間にドラゴンを滅する魔法を与え、戦争に参加させたのだ。滅竜魔法？ドラゴンスレイヤーの原点ってこと？ドラゴンスレイヤーたちの力は絶大であった。人間との共存を選んだドラゴンたちの勝利は目前と迫っていた。しかし
ここで一つの誤算が生じる。力をつけすぎたドラゴンスレイヤーたちは人間との共存を望むドラゴンたちさえも殺していった。そしてその人間の中の一人にドラゴンの血を浴びすぎた男がおった。その名を口にするのも恐ろしい。男はあまたのドラゴンを滅ぼし、その血を浴び続けた。やがて男の皮膚は鱗に変わり、歯は牙に変わり、その姿はドラゴンそのものへと変化していった。人間がドラゴンになったの？それが滅竜魔法の先にあるものだ。ここに眠るドラゴンたちはその男により滅ぼされた。人間でありながら竜の王となった。竜の王が誕生した戦争、それが竜王祭。王の名はアクノロギア。ドラゴンでありドラゴンならざる暗黒の翼。あれがもともとは人間だった。バカな。奴によりほとんどのドラゴンは滅んでいった。それが今から400年前の話だ。わしは貴様ら。おい、まだ聞いてねえことあんだろ。ダメです。この場から思念が完全に消えました。東洋の言葉で言う成仏というものでしょうか。なんだか偉い話になってきたな。スケール大きすぎよ。滅竜魔法使いすぎると本物のドラゴンになっちまうのか。それは困る。どうしよう。それはありえんよ。誰？話は聞かせてもらった。やはり我々の研究と史実は一致していた。君たちはゼレフ署の悪魔を知っているかね。アクノロギアはそれに近い。一人のドラゴンスレイヤーをゼレフがアクノロギアにしたと推測される。ゼレフが？つまり全ての元凶であるゼレフを撃つことがアクノロギア攻略の第一歩となる。ゼレフを倒す。私はフィオーレ王国軍クロッカス駐屯部隊豪華聖騎士団団長アルカディオス。極秘に進めていたある作戦に精霊魔導士の力が必要だった。精霊魔導士？ちょっと待て、何の話かわからねえ。ややこしい話はパスだ。要件を言え。夏ドラグニル君だね。先ほどの戦い、素晴らしい魔法であった。んなことはどうでもいいんだよ。こっちは精霊魔導士が必要とかどうとかってのに引っかかってんだ。言いたいことがあるならはっきり言いやがれ。ついてきたまえ。おいてめえ。ルーシー様、私からもお願いします。え？この作戦が成功すればゼレフ、そしてアクノロギアを倒せます。旧メルクリアスですね。陛下のおられる城だ。まずはじめに数日前ルーシー殿を狙い誤ってさらおうとしたことを謝罪しておきたい。あれ、あんたの仕業だったの？もちろん危害を加えるつもりはなかったが、いささか強引な策に走ってしまった。あの時は早急に精霊魔導士が必要だと思い込み判断を誤った。申し訳ない。ダイマト演武は魔導士たちの魔力を大量に摂取するためのカモフラージュだった。毎年魔導士たちから魔力を奪っていたのかよ。汚ねえな。
何と言ってもらっても構わんよ。全てはある計画のためにやったこと。世界を変える扉、エクリプス。これの建造のため大量の魔力が必要だった。扉？なんだこりゃ。太陽と月が交差するとき、12の鍵を用いてその扉を開け。扉を開けば時の中、400年の時を渡り、不死となる前のゼレフを撃つ。それこそがエクリプス計画。時を渡る。太陽と月が交差するとき、すなわち3日後の7月7日、君の力を貸してほしい、ルーシー殿。7月7日、私たちのドラゴンが消えた日。そこまでだ！王国兵？国防大臣殿、これは何の真似ですか？部外者ではない、知っているでしょう。この作戦において重要な役割を持つ者たちです。あなたは単にこの計画に反対なだけでしょう。今すぐこんなふざけた真似はやめていただきたい。巻き込むんじゃ。よせ、ここで魔法を使ってはならん。うわっ。王国兵に捕まった。よくわからん計画の関係者にされちまったのか。なことはどうでもいいんだよ。俺は今すぐ助けに行くぞ。落ち着いてください、ナツさん。相手は王国なんだよ。王国相手ゆえに迂闊なことはできんが、向こうもまた国民を存在に扱うこともできんじゃろう。だあ、ごちゃごちゃ言ってねえで助けに行くぞ。落ち着け。家族取られちゃ祭りどころじゃねえわい。みな同じ気持ちじゃ。いつもみてえに後先考えんで突っ込んでも、今回ばかりは相手が悪い。が、うん、黙ってられるほど腰抜けじゃねえぞ。フェアリーテイルは。まさかこんなことになってしまうなんて。私は本当に不幸を呼ぶ。何言ってんの。落ち込む暇があったら脱出方法を考えよう。ルーシー様、本当にすみません。あんたのせいじゃないって。私もあんたも王国の内下場に巻き込まれた。それだけ。エクリプス計画ってのを実行すべきかどうかって話でしょ。はっきり言ってどっちが正しいか私にはわからないよ。実行するべきですよ。私には姉がいたんです。ソラノという名前でした。私は何をやってもドジばっかりして、いつも両親に怒られてました。でも姉はそんな私をいつでもかばってくれた。優しくて綺麗で、私は姉が大好きだった。だけどある日、ゼレフを盲信する集団に両親は殺され、
姉は連れて行かれてしまいました。私は命からがら逃げ出すことしかできませんでした。その後の姉の生死は不明です。エクリプスを使えばゼレフを倒せます。この世界にゼレフがいなければ姉は連れて行かれなかったかもしれないか。でも世界が自分の思い通りにだけ変わるとは限らない。それが大臣の言ってた歴史を変える危険性、過去を変える。本当にそんなことできるのかしら。後で聞いた話だけど、ナツとガジルに負けたセイバートゥースの二人はマスターにだいぶ叱られたらしい。雪乃のように紋章を消せと言われたんだけど、スティングの相棒レクターがかばったんだ。でもマスターの怒りは収まらず、その矛先はレクターに。レクターを消されてスティングは激怒、ついにマスタージエンマに歯向かってしまった。でもマスターのやり方が気に食わなかったのはミネルヴァも同じで、密かにレクターをかくまっていた。けれどミネルヴァは優しいだけじゃなかった。優勝しなければレクターは返さない、スティングにそう告げたんだ。よし、